Thank you very much, everybody, and welcome back. Next finalist is Mr. Victor Chua. Thank you very much. Victor will be talking to us on the power of gratitude more than just good manners. Thank you very much. Thank you very much. はい、先ほどすいませんでした。はい、皆さんこんにちは。ビートチェインのビクター・チュアと申します。本日は日本の感謝の挨拶、ありがとうの力とビジネスにおけるその必要性について話したいと思います。まずはこのテーマを選定した理由について説明させていただきます。今年1月、人生で初めてイギリスの企業に転職しました。それまでの9年間は毎日日系企業で日本語を使いましたが、残念ながら今回は日本語を使う機会が一切ありません。しかし、日本語を使わないといっても、日本のビジネス環境で学んだことから、今の完全なイギリス系企業に生かせることがあります。それは日本のありがとう、感謝の気持ちを伝えることです。さて、私が学んだこのありがとうとは一体何でしょうか。もちろんイギリスにも Thank you という言葉がありますが、私が学んだのはこういうような形式的なお礼の言葉を言うことではありません。私が学んだのはなぜその時に相手に感謝したのかを、その相手にその理由を伝えることです。特にビジネスの場ではお客さんと職員など全員に巨大な影響があります。このポイントを説明するため、私の経験からの例を挙げます。5年前、私は、石川県で地方自治体の職員として働いていました。ある日、留学生訪問団のアテンドをして田舎にある工場の視察をしに行きました。そして工場に着くと、工場長はその業務の概要と工場における人材の問題とその解決法について説明しました。彼はまず問題点を2つ述べました。1つ目はモチベーションの継続。工場の作業は退屈で、職員を刺激する方法が必要でした。そして2つ目の問題、採用。新しいスタッフを募集したかったですが、ハローワークやリクルートなどのエージェントを使う金がありませんでした。では、どうやってこの2つの問題を解決したでしょうか。その答えは、ありがとう、感謝の気持ちを使ったのです。工場長が決めた職員間のルール、それは、いくら小さくても誰かが何かしてくれたら必ずポストイットにありがとうのメッセージとその具体的な理由を書いて相手に渡さなければならないということでした。例えば、田中さん、今日ラベルの貼り方を教えてくれてありがとうございます。明日も頑張ります。ビクターで今日の日付。そしてそれぞれのスタッフがシフト終わったら、もらったありがとうのメッセージを全部壁に貼ってみんなに見せて水平展開します。ではこの行動でどんな影響があったでしょうか。まず職員にポジティブなエネルギーが湧いてきました。感謝のメッセージをもらったスタッフは自分の責任感と価値観がはっきり認識でき、モチベーションの向上につながることができました。またはそのメッセージを渡した方のスタッフは、他者への感謝を自分の手で持ちにすることにより、チームメンバーの長所を理解しリスペクトすることができ、その結果チームワークの成長につながりました。この工場の話は、このポジティブな影響は社内に限らず、
職員が友達と知り合いにその工場の良さを伝えて、口コミでその工場の働きやすい環境がローカルの人に知られるようになりました。ついには社員の身内からの応募者が大幅に増えたため、工場長は積極的に求人募集する必要がなくなりました。ということで、一石二鳥で感謝のおかげで両方の問題が解決できました。この工場の話はただの一例ではありません。心理学の研究によりますと、感謝の気持ちをよく伝える職場は、職員の承認欲求が満たされるので、仕事に対する職員の満足度およびパフォーマンスが通常より高いという結果が出ています。さて、イギリスに戻った私は、日本に比べてこちらはありがとういうのが少ないことに気がつきました。そこで私は新しい仕事で同僚にこの感謝の力を実践しています。同僚からはまだイギリスの通常レベルの感謝しかもらえてませんが、私の日本式のありがとうにより彼らをポジティブな気持ちに変えていることが伺っているので、強い関係性のために今後も続けていきます。最後に、本当の感謝の気持ちを伝えることは無料で精神的なメリットも多く、職員のパフォーマンスも改善されます。この小さな行動ですぐ結果が見えませんが、長期的な積み重ねで大きなインパクトがあるでしょう。では皆さん、ありがとうを言うだけでなく理由も伝えていませんか？ご清聴ありがとうございました。ビクターさん、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、もしかしたら内ポケットにポストイットが入ってるのかなって思うんですけど。そうです、あ、実際にありません。私は反対で、こちらに来て、まあ、軽い意味合いだと思うんですけど、サンキューって言葉が多いな、家族の中でもサンキューが多いなっていうのに気がついて、あれは真心がこもってるとかそういうことは別としても、言葉としてありがとうっていうのはいいなって思うので、その辺ちょっと私もまたビクターさんに見習って違う角度でのありがとうをちょっと研究したいと思うんですけども、はい、これから日本語を使わない形での職場になるということなんですけど、はい、今後はどのような形で日本語とか日本人社会に関わっていきたいと思いますか？そうですね、確かに今の仕事では日本語を使わなくても、仕事外のネットワーキングイベントとか、今はテクノロジー関係の、仕事をやってます。でそこでやはりこちらイギリスのテクノロジーとか日本のテクノロジーはどこでもテクノロジーやります。でそこで日系企業または日本人の知り合いの、ノウハウとか情報、交換とかはそれがすごく、重要ですので、だから日本語は、まあ、確かに日常は使わないですが、それはやはりまだ勉強続けて、使うのがとても大事です。あとさっきのコメントで、こちらはありがとう言うのが多いっていうのですが、私のイメージは、例えば日本のコンビニに入って、でトイレ行って、でそこでなんかちょっとサインがあって、でそれはきれいに、このトイレを、きれいに、利用いただきありがとうございました。でまたレジのスタッフは全部払ってから、はい、ありがとうございました、いつもありがとう、ありがとう、ありがとうを何回も言う。または英語では Thank you、まあ、
感謝の気持ちを伝えるのが Cheers とか Thanks とか Thank you、 まあ結構限られてますが、ある程度日本語の、例えばご苦労様でしたは ある程度感謝の気持ちも入ってます。こちらはただあ Good job とか褒め言葉で軽くで、そんなに強くまあ、言うか何か言うけど、でも実際に感謝しているか、それを私的にはあんまり感じられてないんです。はい、ありがとうございました。この件はまた後で話し合いましょう。そうです、はい。お話の中で、はい、初めてイギリスの企業に勤めたということで、はい、日本企業から比べてかなりショックだったと思うんですけども、そんな中でありがとう運動を自分でやってるということですけど、イギリスの企業はどういう時にありがとうということを今言うようにしてますか？今、まあ、他の企業は分かりませんが、私の今の、企業では、全部、まあ、プログラミングやってるから、なんかチャットメッセージ使ってただ Thanks とか Cheers だけで終わりで、何かなんていうの、口でまあ、もしかして全員周りはプログラマーだから口でコミュニケーションが下手かじゃないと思いますけど、でも大体なんかメッセージでSlack というチャットのアプリで Cheers とか Thanks とか、それとも絵文字でいいねで、でも結構軽くて、で、まあ、口頭でも Thanks とか Cheers ぐらいしか聞こえません。日本の企業では紙に書いて壁に貼ったけど、イギリスの企業ではチャットだったらできない。チャットでやってて、まあでもチャットでそれも残っています。うちら の会社はペーパーレスで、ポストイット、誰もペンも持ってないんです。だからそのポストイットとかまあやろうかなと思ってても、それもできません。全部ペーパーレスですから。そしたら全員に知らせるにはそのチャットを使うということですか？全員プライベートのチャットもあります。あとグループチャットもあります。で、まあ、そこでみんな、まあ、絵文字とかでチーズぐらいとかでいいねみたいな絵文字とか使います。ビクターさんの最終の目的というか達成したいのは、イギリスの企業の人もみんな日本と同じようにありがとうありがとうということですかね？ではありません。私が目的は強い関係性を作るため、新しい仕事でやはり、まあ、心理学の研究によりますと、そのよく感謝の気持ちを感謝相手に感謝したらまたヘルプしてあげるの傾向が、まあ、可能性の方が高い。もし例えば軽く、まあ、それとも感謝の気持ちを伝わなかったら二度とヘルプしない可能性もありますので、私の最終目的はやはりまずは仲良くしたい、強い関係を作って、でヘルプが必要な時は、まあ、いつでも呼んでも OK かな、そういうような目的です。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。